こんにちは、ラプソードジャパンの橋本です。この回ではプロ 3.0 のみで計測できるアドバンスデータについてご説明させていただきます。1つ目はシームオリエンテーションです。プロ 3.0 ではボールの縫い目を正確に計測し、実際のボールの回転を 3D ビジュアルで表示することができます。これまでの製品やプロ 2.0 ではどのような球を投げてもフォーシームの回転で表示されておりましたが、プロ 3.0 では実際に投げた球のシームで表示されることができます。またボールを地球に見立て、回転軸が通る位置を緯度、経度で数値的に表示することができます。これによってこれまで見ることができなかった空中でのボールがどのように回転しているのかをより正確に知ることができます。続いてシームシフテッドウェイクの変化量についてご説明させていただきます。まずはシームシフテッドウェイクについて説明させていただきます。ボールの変化はマグヌス効果によって発生することが分かっていますが、実際にはボールの縫い目の位置によってもボールの変化が変わってくることが研究で分かってきました。これはボールの縫い目の位置、いわゆるシームの位置によってボールの後方に発生する空気の流れが変化し、それがボールの変化にも影響を与えるためです。これをシームシフテッドウェイク、SSW と呼んでおります。ラプソードのプロ 3.0 では、実際のボールの変化量の計測と、ボールの回転から予想される変化量を算出することで、投球したボールがどの程度シームの影響で変化しているかを見ることができます。例えば、フォーシームのストレートを見てみましょう。この場合、変化量は縦 49.8 センチ、横、シュート成分は 17.6 センチで表示されております。このうち 6.8 センチとマイナス 4.7 センチはシームの影響を受けて変化していることが表示されます。次にツーシームのストレートを見てみましょう。実際の変化量は縦 41.4 センチ、横 28.1 センチで表されております。このうち縦マイナス 1.5 センチと横 6.2 センチはシームの影響を受けて変化していることが表示されています。同じ球速、同じ回転方向、回転数であっても、明確にフォーシームとツーシームで変化量に差が出ていることがわかるかと思います。では変化球はどうでしょうか。スライダーのようにジャイロ成分が多い球種はボール後方にシームが出現する時間が多くなります。よってシームの影響を受けやすくなります。さらにフォーシームグリップなのか、ツーシームグリップなのかでも変わってきます。大谷投手の得意球種でもあるスイーパーもジャイロ成分が多く、かつツーシームグリップで投げていることで、本来よりも沈まずに大きく曲げている球種になります。シームオリエンテーションと合わせて、例えば変化球を取得する際に、どのような縫い目の向きが自分が投球したいボールの動きになるかを把握することで、いろいろなピッチデザインをすることができます。続いて、3つ目としてアプローチアングルについてご説明させていただきます。これはピッチャーが投げたボールがベース上を通過する角度を指します。垂直方向をバーティカルアプローチアングル VAA、水平方向をホライゾンタルアプローチアングル HAA と表記されます。まずは垂直方向 VAA について説明します。全くのフラットならこの数値は0度になります。しかし、どの投手もマウンド上から投げ下ろす形になるため、基本的に角度はマイナス方向となります。フォーシームの場合はマイナス7度からマイナス4度の間になることが多く、MLB の平均ではマイナス5度程度とされております。これが水平、具体的にはマイナス4度に近づくほど、より空振りが取れるようになります。理由としては、水平に近いボールは打者の目にはホップして映ると言われており、実際に空振り率が増えることが分かっております。では、VAA が良くなる要因は何があるでしょうか。まずは、リリースの高さを下げること。実際、スリークォーターやサイドスローの投手は手法が良い傾向にあります。合わせて、エクステンションの数値を高め、よりキャッチャー側でリリースすることで、リリース高さを下げることもできます。二つ目は、コース高めに向かってストレートを投げること。スリークォーターやサイドスローの投手は、ホップ成分が出にくいまっすぐとなりますが、高めに投げることで VAA の指標が良くなるというメリットもあります。一方、水平方向 HAA については、水平方向におけるホームベースへの入射角を表しています。例えば、左投手がプレートの一塁側に立ち、左打者のアウトコースへスライダーを投げた場合、かなりの角度がついてホームベースを通過します。このボールは角度がついており、打ちにくいことが想像できるかと思います。このようにホームベースへの入射角が大きいほど有効とされております。ではこの HAA を有効に使うにはどうしたらよいでしょうか。簡単な方法としては、新しいフォームや球種を考える必要はなく、ピッチャープレートの立つ位置を変えることで HAA を変えることができます。
ただこれまで球種やバッターによって立つ位置を投球ごとに変更する投手はおらず、いかに立つ位置を変え安定した投球をするかが難しいことがわかるかと思います。そのため HAA に関してはまだまだこれからが研究が進むデータであると考えております。その他今後もデータポイントについては追加する予定ですので、その際にまたご説明させていただきます。その他ご不明な点がございましたら概要欄のリンク先からお問い合わせくださいませ。ありがとうございました。